中国ギ五金城は中国石膏省栄光市に位置する中国最大の金属製品専門市場。中国ギ五金城の総面積は1000部で1期、2期の2つの市場群を持っている。2010年現在、市場の建築面積は45万平方メートル、営業店舗は4500件を超え、主に様々なハードウェアと関連製品に従事する物流、産業と 商業、技術監督、税制、金融、科学研究、情報ネットワークなどのサービス機構を備えている。2009年度の中国鍵合金場の取引額は357.2億元で、前年比7.8%増加し、その中の輸出額は8億7500万ドル。インターネット取引額は10億8000万元で、それぞれ前年比11.3%、 25.6%増加し、中国の同種の専門市場においてトップの取引額となった。中国鍵五金場の第一期は1992年に3億7000万元の建設基金で創建された。500ムーを超える面積に31万5000平方メートル以上の建築面積2390の店舗が存在する。 中国鍵後金場の第2期は2004年に運用が開始された。500ムー以上の面積を占め、金属材料、機械部品、自動車部品、電子機器、装飾用ハードウェア、フィットネス及びレジャー製品の取引エリアが存在する。英子コンベンションセンターは、英子市が政府の公共サービスプラットフォームを構築し、生産性サービス業を発展させる。 五大センター建設プロジェクトの一つである。栄光展覧センターの総敷地は16万6000平方メートル。総建築面積は16万2000平方メートル。概算総投資額は5.9億元に達する。企画設計室内の国際標準ブースは3208。常設展示ブースは192。屋外ブースは2040。栄光展覧センター。 大鳥なる朝日法案は、甲州市建築設計研究員有限会社が設計し、建築の形態は力を入れて、スピードと現代感を体現し、まるで羽を広げた法のようである。本館とパビリオンは架空と折り込みの形式を採用して、建築体の等々感と一貫性を保障し、空層と立面の抽出は適切な尺度で、パビリオンの層面を豊かにし、 パビリオンの美しい形態を形成した。1996年から2008年までの以前の五金博、会の取引量中国五金博覧会は1996年以来2009年まで24回、開催された金物の大規模展覧会である。国際的な影響力も大きい。中国五金博覧会は中華人民、共和国商務部と石膏省人民政府によって、 取材されている中国国際貿易促進委員会、中国商業連合会、中国経工業連合会、中国鍵金融振興会、中国発明協会が共催し、石膏省栄光市人民政府、中国国際貿易促進委員会、石膏省分会の運営で、毎年9月26日から9月28日まで開催される。全国最大的ご禁止、 中国鍵を近所。2009年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月30日閲覧。ありがとうございます。